ここから出て行け。ぶっ殺されてあの世に生きてえのか、こら。さっきからもう戦いたくてうずうずしてる奴がいるんだ。奴らを殺せ。無敵になれるってこと。行くぞ、憑依合体。人どもが体の中にいっぱい入ってく。そう、次は己の番だ。覚悟は良いでござるか。今すべてが分かった。あの世とこの世を結ぶとは、霊の動き、技、すべてをこの世にトレースしてしまうことだったんだ。いでよ、バーソン。憑依合体。セット状態。如来、一度でもあるか。ある。これが答えだ。阿弥陀如来ご加持。戦闘用銃装着よ。へい、ダオダンド。バタッキャッ。全然ダオダンキャッ。俺は誇り高きアイヌ民族のホロフルだ。優勝はいただきだぜ。へっへっへ。どうで驚いたか。こいつが俺のオーバーソウル、コロロだ。憑依合体コロボックルのコロロ、インクボカウカウブリュンペ。くらえ、コロロ最大の霊。聞いてるだろ、お前たち。いまだその姿を見せぬ者どもよ。我が命に従い、よみがえれ、ボーンデッドリボーン。こいつら。あれだ、ファースト発生の真のオーバーソウル、愛しのエリザだ。やんのか？こら！ここは俺の新ベストプレイス。うせな、神社は坊主の来るとこじゃねえんだぜ。なんだこいつ！っていうかデカ！ヒゲ！まさかこいつが蓮の親父？エン？仲間にそうやって気をかけてやるとは。少し見ない間に随分と甘くなってしまったもんだな、レン。皆さんにはいつもいつもうちのレンがお世話になっているようで、大変に迷惑している。かとってろこの隙だらけが。あれがオーバーソウルをまとっていないタオエンの真実の姿だ。我がタオ家2000年にわたる先祖たちの魂がな。あいつ、体中に先祖の遺灰を。我がオーバーソウル大道王は彼らの魂の集合体。先祖や家を断ち切ってそれでもなお行くというのなら、もはや止めまい。オーバーソウル大道流。今の俺にはどうでもいいことだ。我迷わず行け、超ゴールデン中華三昧。憑依合体阿弥陀丸インハルサメ。ニオシルバーウィング、あれが朝倉用の新しいバトルスタイル。オーバーソウルだ。テストはただ一撃で決まると言った。行くぞ、精霊合体。よかろう。ならばこのテストは全身を持って受けるがいい。くらえ、トーテミックソウルブラスト。
行くぞ阿弥陀丸、体で覚えたぶっ飛ばすぞ。